どうも、ドゥーバップ TV 塚本です。今動画ではウティのトリコハバスについてお話しさせていただきます。こちらのベースとなったのはウティを代表するオーバーサイズシルエットバスクシャツトリコア。フランスとスペインにまたがるバスク地方にて誕生したとされるバスクシャツをルーツに持ち、フランス服にこだわったウティの魅力が詰まった品番です。そのトリコアをアレンジされ2023年春夏に新品番として登場したのがトリコハバスです。フレンチヴィンテージを徹底的に追求したデザイナー宇田さんのこだわりと現代ファッションに精通するアレンジ力が見事に融合した一着に仕上げられています。一番のアレンジポイントは首回り。モデルとなったトリコアは天幅と言われるこちらが広く設定されておりました。バスクシャツはもともと漁師や船乗りの仕事着として生まれた洋服ですので、着脱しやすいボートネックで広めの形状なのですが、お好みやご体格を選ぶところも事実あると思います。トリコハバスは狭く設定することで着こなしやすさがアップしております。ですのでインナーも見えすぎることはございません。いやらしく映りにくいと思います。身幅のシルエットもややすっきりと調整されておりますので、1枚の着用だけでなくインナー使いしやすいバランスです。もちろん1枚で着用された際も十分なボリューム感をお楽しみいただけます。生地感は当店で取り扱っておりますセントジェームスウェストンやオーベルジュビッグシャルロットやココと比較すると薄手です。ゆったりとしたパターンと相まって夏場の着用にも適しています。生地の厚みプラス広く設定された裾幅や袖幅により空気が通りやすく快適です。また薄手ですが透けるほどではございませんのでご安心ください。素材には滑らかなコットン天軸を使用しており、腰はありながらもふっくらとした着心地です。もちろんフランスの生地縫製です。フランスの空気感が洋服全体を包み込んでいます。そんなことあるのかと思われるかもですが、そう感じさせてくれるのです。生地や縫製は製品表示や下げ札を見ないと明確に伝わらない情報ですが、雰囲気となって洋服にまとうのです。それが積み重なり、なんとなくかっこいいや気になるにつながる大事な要素です。ですから巷にあるコピーとも取れるビッグバスクとは一線を画すと思っています。アウトラインだけそれ風なものとは別物です。ビジネスでアパレルをしている以上、利益確保は大切ですが、クオリティや価格を下げることに夢中になるのはどうかと考えます。僕はビッグバスクシャツがトレンドになっていると認知していますが、その流れが落ち着いた際もそういった情熱や思いが宿っている洋服のみ残ると考えています。確かな洋服を選び提案することも僕たちセレクトショップの仕事です。おすすめは着るだけで元気な気持ちにさせてくれる2色。まずはブライトマリーゴールドオフから、花のマリーゴールドを感じさせる絶妙な色出しです。当店ではあまり取り扱う機会が少なかった黄色系の洋服、なかなか扱わないからこそ慎重に判断しご提案できると考えてのセレクトです。この黄色なら着たいと思っていただける自信あります。スタイリングが難しく感じられるかもですが、馴染ませるならオリーブやベージュは美しく入ると思います。オリーブのパンツでスタイリングしてみましたのでご参考ください。パンツはニードルズのストリングファティーグパンツバックサテンです。美しい黄色の発色をくすんだオリーブが優しく支えます。靴はジャーマントレーナーでさっぱりと清涼感を持たせてみました。またネイビーやグレーといった男性の定番的なカラーのパンツとも相性よくまとまると思います。チェンジーズのドゥーバップエクスクルーシブ CH4008 リメイクパンツはカラーアソートですが、グレーの相性良さそうな答えがございましたので、そちらとのスタイリングです。足元はユッタニューマンのドゥーバップエクスクルーシブジェームスで初夏をイメージしてみました。もう一色はオフグリーンブライヤー。オフホワイトベースに鮮やかさと深みを兼ね備えたエネルギッシュな緑が映えた配色です。白×ネイビーのような鉄板マリンカラーと一味違った爽やかカラーです。意外とボーダーでは見かけない配色ではないでしょうか。
ユーズドデニムを使用したチェンジズのリメイクデニムは直球スタイルでおすすめです。味のあるデニムをさっぱりとボーダーが引き立てます。足元はベルナコッロ4ニューです。ブラウンカラーの靴が優しく全体をまとめてくれます。もう少しコントラストを効かせるなら深いネイビーとも好相性です。またベージュやグレーとも綺麗にまとまると思います。新鮮なスタイリングとしてはブラウンパンツもいいです。パンツはササフラス、ウィールバローパンツです。落ち着いた印象に映っているかと思います。年齢を重ねていらっしゃる方へもチャレンジいただきやすい色合わせではないでしょうか。靴はパラブーツ、パシフィック、フレンチな足元でトップスとリンクさせ、アメリカンな雰囲気のパンツで外してみました。いかがでしたでしょうか。今までバスクシャツの襟元の緩さや生地のゴワゴワ感で見送られていた方へもおすすめできます。ゆったりシルエットはショーツともいい感じですので、暑くなってからも楽しみは続きます。今回もご視聴ありがとうございました。